いうのはやっぱり資金面ですよね、うんうんうん、まだ社会人も1年しかなかった僕らの貯金は全然もうタダ出しで出るので、うんうん、でもやっぱり自分たちの始めたくて、でそれでこう生活していくっていうのが、うん、まあ、こう目標だったので、うん、じゃあまずは自転車かな、うん、まあ、でも自転車が出てきたのはなんかよくわかんないですけどまあ正直ね、こう別にちっちゃいお店とかあったらね、できなくはなかったと思うんですけど、うん、最初でっかいお店の案もあって新宿でやるとかそのぐらい、はい、都内でいろいろ出てたら都内でこうちゃんとこう融資を受けてお店があるみたいなのも一応案にはあったんですけど、うん、いやでもちょっと自分たちの身の丈知ってるみたいな話なんですけど一番下から始めた方が面白いっていうのもありますし、屋台の移動販売って分かんないんですけど、普通のお店やるよりももっともっとその低いランクからじゃないですけど、まあ、修行の意味も込めて、うん、あとはやっぱその資金面も多分自分らぐらいの問題でやってみたいなと思う人らいっぱいいるんですけど、絶対直面するのがそこで、まあ、実際に低コストで実現できたらそういう人らももっと増えるんじゃないかみたいのもあって、なるべくお金がなかったのも事実ですけど、かけないでできたらそれはそれでいい、なんていうんですか、見本じゃないですけど、こういう風にやってこれぐらいのコストでお店も始められるみたいないい例ができるんじゃないかなってのもあって、うん、なんか意図があるんですか？いや、特にないたまたま出店させてもらってるお店の隣がスタバだった、うん、でもスタバがお客さんすごい集めてくれるんで、うん、あそこ有名なんで賑わってるんですよ、スタバの。そうですね。その隣でやっぱ10人いや100人に1人ぐらいはそのスタバでドリップコーヒー飲むんだったら、このちゃんと専門でやってる豆7種類ぐらい飲んでるんですけど、どうせドリップ飲むならこっちがいいなって言って、うん、来てくれる人がいる。プラスですね、スタバが隣にあるの。そうですね、そうだと思います。初回の出店日に、まあ、2人でご挨拶しに行って、たまたまマネージャーさんがいて、で、まあ、よろしくお願いしますって言って、戻ってきたら、その後、スタッフさん全員で買いに来てくれて、でも、一番言われるスタバの横だね。うん、なんか、いや、いい、なんか、いいファイトしてるよみたいな言われるんですけど、そんなつもり挑んでるように思われてあ、そっか、いや、いいねみたいな、めっちゃ言われるっす、観光地って、うん、そっか、なんかそれ楽しんでくれるな、それでいいかみたいな、うん、あ、うん、柔軟なスタンスそうっすね、まあ、味の特徴的なところは、まあ、まあ、実は半年前から自家焙煎に切り替わったんですけど、それまでは僕の父親がコーヒー豆焙煎屋をやってたんで、福島から取り寄せてました。すごいこう綺麗で飲みやすいコーヒーだったんですけど、まあ、で焙煎度合いこう中深入りとか深入りっていう苦味があってもしっかりしてるコーヒーが多くて、まあ、ずっとそういう豆が多かったんですね、うちで置いてたのも。であとはこう浅入りって呼ばれるこうそのフルーティーな豆とかはまた福島の別の元コーヒーさんっていうつながりのあった福島のお店から取ってたんです。だから全部こう仕入れてたんですけど、まあ、コロナの時期が始まってちょっと時間に余裕が生まれてちょっと暇だなみたいなのがあったんで、これを機にちょっと焙煎しっかりやってみるかっていう話になって、で僕がまあ父親が前に使ってたこの焙煎機ちっちゃいやつをもうかっぱらってきて福島帰ってかっぱらってきて、これでちょっとこういろいろ試行錯誤して始めて、で最初はこう全然こうなかなか自分の味みたいなのはなかなか難しかったんですけど、半年経ってようやくなんかこう
でも深入りはやっぱ親父の味にこう近づけてる感じがあって、まあこうすごいこう飲みやすい、こう後味が長くて甘みのある飲みやすいコーヒーっていうのをこう、まあ、みんなでコーヒーポストのみんなでこう求めてやっています。いやー、今も苦労してるみたいな。焙煎の方がめちゃくちゃに焼いた豆をいくらいいバリスタさんにうまく入れろって言われても多分無理なんですよね。その焼き上がっ腕でどうにか挽回するみたいなよりも、逆に言ったら本当にいい焼き方して、まあ、それをちゃんと入れるのがバリスタの仕事なんですけど、それだったらある程度一般の人向けに言って素人の人がやっても美味しく入ると思うんです、それぐらい焙煎の方が、焙煎も大事なんですけど、やっぱ生豆の持ってるクオリティみたいなのがすごい、まあ、大事だと思ってて、まあ、それを焙煎で全部引き出すっていうのがですね、利便性っていう点ではこう買い物もすぐしやすくて、まあ、こう自然も近いし、こうリフレッシュし秩父とかもすぐ行けますし、まあ、都内に用事があったらすぐ行ける、っていうのがやっぱいいっすね、やっぱカゴ祭りで出汁とか出てるじゃないですか、町内のつながりはめちゃくちゃ強いの、なんで引っ越してきたら、町内の集まりとか行ったらもうあれなんじゃないですかね、一緒にお祭り出し引いたりとか、自分もプライベートでソフトボールやってるんですけど、ソフトボールも町内ごとに全部チームあったりとかして、そういう町内会ってとかのつながりが強いんで、多分外から来る人もウェルカムだと思うんですね、自分なんかがそうだったんで。まあ、今六軒町に住んでるんですけど、まあ、お店の住所が新富ってとこなんで、そっちの方の方がつながりは強いですけど、六軒町はただ寝てるだけなので、でも家族とかで住んでる人らはやっぱりこのお祭りだったら町ごとに出汁が、みんなで出汁引いて同じその町内会につけたりとかあるんで、そういう仲間意識が強い分住んだら楽しいだろうなって思います。一人暮らしってよりかは、まあ、家族とかで移住してきても、楽しいのかなって。